3月15日、公開用の投資戦略アップデートです。今回は1、ドル高、ユーロ安、再び。2、日本株狂い上げ。3、弱い底打ちか否か。こんな感じです。はい、もう本当はね、今週の特徴的な、出来事としては、ユーロよう下がったなっていうことはありますね。これ、タイドルで見た通貨なんですけれども、まあ、基本ドルが高くなってます。ほとんどの通貨がこう、右肩下がりなんですけども、特にこの、ユーロがですね、ズコンと下がって、どんな通貨よりも弱いと。この辺までね、量的緩和を織り込んでずっと下げ続けてたのが、出尽くしで上げて、それでまた下がったという感じなんですけれども、まあ、この辺はね、うまく読み通りで進んでるかなというふうに思っています。それから、日本株、こっちはですね、実は、思惑が外れて、どこまでやるんだって感じですよね。これ、ワールドに対する指数ですけれども、それからそのドイツと、この黄緑のドイツと日本が好調で、ヨーロッパ株はね、アメリカが下がると可愛く一緒に調整するんですけど、日本株なんか、アメリカ株 2% 下がってるのに、トピックス 3% 上がっちゃうみたいな、ほんと狂い上げみたいで、まあ、この辺、材料として年金さんがですね、あと二十何兆買う余力があるよって出たんですけれども、まあ、これをどう利用するかですね、鵜呑みにするのも危険な感じをしますし、今頃そうやって買わせて、ね、売りたいやつがいるとかですね、いろいろ考えちゃうので、普通に考えると3月は買いの圧力強いかなとは思うんですけれども、はしご外された後のことも考えながらポジションを取っていこうかなというふうに思っています。それから、全体としては、ひょっとすると、短期的な底打ちはあるかもしれないですね。ちょっとただ自分では確信がなくてですね。まあ、どっちかというと今は循環的な売り局面だったのが、まあ、その売りが枯渇しつつあるかもしれないという感じで、ちょっと自分としては、ポジションをね、一応、それで考慮するんですけれども、あまりこう、確信も、強くなければ、期待もしていないみたいな感じ。まあ、そういうのはよくある話です。トレンドが強まるときもあれば、弱まって、ほとんど見えなくなってしまうときがあって、まあ、今は、ひょっとしたら転換かもしれないなというような感じですね。まあ、そういうときもありますから、無理をせずに分かりやすいところできっちり取っていこうというふうに思います。今月も頑張っていきましょう。以上です。